こんにちは。ご視聴ありがとうございます。CAT 電動ガン Mac カスタム2024年8月版を紹介します。全長は約77センチ。重量はバッテリー枝状態。この状態で 1.67 キログラムでした。DMT のマガジンでしたっけ ?70 連発。重量は110グラム。あ、これ猫ちゃんの落書きしてますね。あ、私が書いたやつです。ハイダーは、まあ、芋ネジで、方向性決めることもできますが、まあ、普通に、今止めてる感じです。外すと、まあ、14ミリ逆ネジで、まあ、そのうちサップつけるかもしれないですが、今日はこのまま行きます。これ、インナーバレルギリまで来てるんですかね。アウターとインナーの間、詰め物もしてあるように見えます。サイトは、XT6 専用で、前に比べると、これ、枠。枠を作っていただいたんで、ブレないですね。前2本止めだけだったんで、ちょっとグイってやったら動きそうだったんですけど、まあこれだとね、全然動かない。素晴らしい。はい。まあこれハンドガードって呼ぶんですかね。で、ここに、まあスパークさんのロゴマークと、マック堺のマークが右と左にも、こうさりげなくついてます。これで前に比べてここら辺の段差がね、ほぼなくなっていて、まあ、私削り倒して表面滑らかにするんで、もうすでに加工を今回していただいてますね。ありがとうございます。すごいすべすべ。反対側もっていうことで、まあ、握りはだいたいこういう感じで握るので、まあ、ここら辺周りがすごく、こう凹凸があんまりなくて、すごく握りやすいです。で、この、いいですよね。手動のカバー。はい。今回のは、こうやって簡単に調整できるし、ちょっとこの動作が好きです。いいですね。で、そもそもここにチャージングハンドルがなくなった理由っていうのは、サイトを低くするために付けたためで、なんでまあここを手動でやるようになったんですね。なので、サイトを低くすることによって、まあ、至近距離で、打った場合、スティールチャレンジとか至近距離で打つことが多いので、かなり低くマウントすることによって、バレル軸線とサイト位置の差を少なくしています。マガジンキャッチボタンを押すとマガジンは自重で落下しますね。はい。そう、このハウジングもね、こう、ここで握りやすいように、ちょっと大きな CAT のハウジングベースですね。トリガーについても、私ここに突起がついてるのとか嫌なので、まあ、ツルツルに、今回あらかじめしていただきました。ありがとうございます。バッテリー入ってるんでトリガープル見ましょうか。ほとんど触れたら出る感じですね。後ろ遊びもあんまりなくて、すさまじい。トリガープル見ますね。119g。セレクターについては、これ安全でしょ。これでセミオート。プリコックレベルを、これは結構詰めてあるやつで、フルオートのやつはね、ほんのちょっと余裕を持って作っていただいているので、もし万が一ダブルチャージとか、まあ、ちょっと調整が必要になった時にはこれやっとくことで、まあ、もう一段階、安定した位置で打てることができると。まあ、今のところ全然これで問題ないけど、こういうのがあると安心ですね。そもそもこれ私スティールチャレンジしか打たないので、まあ、フルオートはいらないと。で、グリップについては Mac2 グリップで表面を滑らかにもうすでにしていただきました。ありがとうございます。いやー、すべすべ。もしかしたらね、ここ若干削るかもですけど、まあ、とりあえずこれでいってみます。滑らか。まあ、握るとかなり細身ですよね。はい。そしてストック。まあ、これ軽量化のためと、ちょっと私の好みで、まあ、この位置の固定の長さのストックにしてもらいました。これを押すことで、まあ、こちらのオフセット位置の調整もできますが、今のところ、これでいきます。で、まあ、固定にすることで軽くはなるし、ガタつきもね、かなりないですね。で、バッテリーについてはこれ、ポカンってやったら、中に入っていると。で、コネクターについては XT30 でしたっけ？よっと。はい。こういうコネクタ形状にしていただきました。中は、
7.4V、1300mAh のものです。バッテリーの電圧は 8.28V。それでこれがね、かなりちっちゃくしたのも、これも私の好みでちっちゃくしてもらいました。ここのオフセットストック、かなり体の表面、正面でね、こう構えられるんですけど、その時に、ここに、ちゃんと当たってるっていう、なんで、ポイントっていうのが知りたいんで、ある程度ちっちゃい方がね、こう、圧がかかるので、まあ、これにしました。案の定いいですね。で、正面に近い感じで打てるし、うん。銃自体も軽くてね、最高です。長さもね、前はすごい伸ばしてたんですけど、今のところはこの、割とハンドガンのこう構えの位置に近い感じの位置で、今は気に入ってるので、この位置でやってみます。いやー、最高ですね。はい。まあ、自分のオーダー通りの長さなので、すごく使いやすいですね。で、あと、ここ、なんかね、多少伸ばしたりできるような、なんかこう、輪っかとかも用意していただいたんで、ちょっとは調整はできますね。はい。弾は 0.2 のバイオ弾でいきます。まあ、いつもの別用のローダーで。入ってる？はい、入りました。エアガン競技 APS カップの的を 15m 先に置きました。サイト大体しか合ってないけど、うん、まあ当たりますね。横打つと、まあ、ちょうど30落ちる感じ。まあ、どちらにしてもスティールチャレンジしか打たないから、まあ、10メートル以内の距離で十分ですね。はい。いや、いいですね。ちょっとフルにしてレスポンス落とすと、まあ、言われたら分かる程度ですかね。こちらの方が確かになんかプリコックの効きがなんかいいような感じがします。こうね、プリコックしてあるから、もう引いたらすぐに出て動くっていう感覚が、あ、とっても気持ちいいですね。最高です。はい、初速測りまして、弾 0.2g、 89.58、 89.96、 87.61、 90.18、88.5、 87.87、 86.63、 87.04、 87.3 でした。次2号でいきます。 82.56、 81.92、 78.72、 79.7、 78.85、 82.88、 79.74、 82.14、79.87、80.35 でした。発射音いきます。だいたい50センチ離して、91.1、真横、101.19、銃口は 107.8 デシベルでした。スティールチャレンジのラウンドアバウト打ちます。まあ、もうレスポンスも言うことないし、このストックの、この小さいので、ここがちゃんと当たってるのが分かりやすくて、とてもいいですし、ストックの片付きもなく、体の正面でね、パッと持ってこれるし、まあ、今までの中でも最高ですね。この、ここら辺の握りもね、全然問題ないですし、うん、すごいですね。まあ、この銃が、まあ、僕用にね、お願いして作ったんで、まあ、とりあえず私としては、まあ、現時点で最高ですかね。素晴らしいですね。エアガン競技 APS カップのブルズアイ打ちます。
まあ、重量めっちゃ軽いけど、トリガーね、もう切れもいいし軽いので、まあそれほど打ちづらくはなかったですね。ちょっとダッツサイズ大きめなんでね。まあそこら辺、ちょっとちっちゃい方がさらにいいような感じがしますね。お、すごい。だから、シワ32で42の 1X ですか。あんな適当にね、バンバン打って、このグルーピングは素晴らしいですね。ホップ性能見ます。玉 0.2g。このまま打つと、ちょっと弱めてますね。これは0で、ちなみにマックスぐらい打つと、まあ、もうめっちゃ上がります。まあ、こんなもんですかね。各距離打ちます。全然よく当たらない。次 0.25g でいきます。このままだと。今日はやっぱ下がりますね。これマックス？違う、これでゼロ。マックスでは全然上がりますね。こんなもん、ね。おお、よう当たりますね。普通によく当たります。いやー、素晴らしかったですね。なんかここら辺が M3 グリスガーになんかちょっと似てますね。で、以前にもね、まあこういったレースがいっぱい作っていただきました。キューナさんありがとうございます。またね、これ打ち出すといろいろね、まあ、出てくることもあると思いますね。またよかったらよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。